ど。肩とか首周りが凝ってるかなって感じで、半年ぶりぐらいですかね、ほぐすの、はい、結構疲れてます。そしたらですね、ゴリゴリかもしれないです、うん、施術の後半に入れていくので、結構お腹やってる時にはもう寝てしまう方とかも多いね。どうでしたか？すごい気持ちよくて寝ちゃうかと思いましたでも肩がすごい明るいようになりました。はじめまして。こんにちは。はい、どうぞ。お手洗いどうですか？大丈夫です。はい。じゃあこちらでスリッパをお履きください。じゃあ荷物こちらですね。はい、じゃあ施術の前に足湯を用意しているので、はいはい、上着脱いでいただいて、こちら椅子にかけてお待ちください。はい。はい、ちょっとめくってもらっていいですかね。はい、失礼します。どうぞ。寒いですね、最近ね。じゃあちょっとバスオイル入れますね。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。アロマよく受けられるんですかね？いや、初めてです。あ、初めて、うん、あ、マッサージはよく受け、マッサージ、整体とかがたまに、あ、整体とかたまに、アロマ初めてなんですね。アロマ初めてです。へえ、なんかすごい楽しみ。あそうだったんですねじゃあ今日、アロマのコース、はい、体験してもらうという形で、はい、お願いします。うちで使ってる、うん、あのアロマオイル、うん、あの今日施術に使っていくアロマオイルなんですけれども、はい、これを今年ちょっとネットでも販売しようかなと思ってまして、うん、今日はそうですね、はい、1月なんで1月のみやびと、はい、みやび、うん、であとこれ、12ヶ月分のオイルがあるんですけど、はい、まあ、もう2年ぐらいこのオイル使ってるんですけど、はい、人気のオイル、うん、2つなんで合計3種類ちょっと出して、うん、今日その中から選んで、はい、あの好きなもの選んでトリートメントに使っていこうかなと思います。わかりました。じゃあ今日ちょっと3種類ぐらいこの中からピックアップしたオイルですね、うん、はい、でまず、今月1月なんで、はい、まあ、1月のみやび、これとで、あとはこの12種類の中で、うん、まあ、結構人気のオイルですね、うん、2つ紹介させてもらうと、はい、4月のミン、うん、ミンと6月のソウですね、うん、まあ、この2つ結構人気なんで、はい、まあ、今日その1月、はい、4月、6月ちょっとこの中から選んでもらおうかなと思います。はい、わかりました。じゃあまずちょっとミンから出しましょうか。アロマとかはよく嗅いだりとかされます？ああ、あんまり、あんまり嗅がないです。嗅がないです。嗅いだことは？あ、あります。あります、はい、どんな感じの香りが好きとかあります？ちょっと、うん、さっぱりめな香りが好き。あ、さっぱりめの方が好き、うん、じゃあまずミンですね、うん、これはちょっと甘めの香りかもしれない、うん、ここに書かれている部分、はい、精油が全部ブレンドされてます、うんうん、じゃあ、はい、どう
とマスクずらしてもらって5秒ぐらいこうか。あ、振ると甘い感じが。ちょっと甘い感じ。ちょっとほんのりオレンジみたいな。あ、わかりますかね、うん。そう、ちょっとほんのりオレンジの香りしますね。はい、まあこれ結構リラックス系で人気ですね。で次に結構人気なのがこの層ですね。うん、これは香りも結構すっきり系なんで好きかもしれない、はい、柑橘系なんですね。そうですね、まあレモンとかグレープフルーツ、うん、でこのジュニパーっていうのも結構森林っぽい感じの香りがするので、はい、基本的に結構すっきり系の、うんうん、さっきと違うちょっとさっぱりめな、さっぱりめです、うん、なんで甘めが苦手な方とかは、うん、あの男性の方とかも、うん、このすっきりしたのは結構いいかなと思います、はい、で最後、まあ、今月1月なんで、うん、1月の雅ですね、でちょっとこの、うん、みやびっていうのはあの、はい、オリエンタル風な香り、ちょっと東洋風な香りになってますね、はい、アジアンチックっていうんですかね、うん、はい、どうぞ。ありがとうございます。あー、なんか東洋っぽい感じ、なんかそういうお店の香りがします、うんうん、あのアジアっぽいお店の香りですか、ね、はい、好きかも、うん、まあ、ちょっと1月なんでね、はい、華やかな感じの、うん、結構好きです。ですか、はい、じゃあ今日この3種類ですね、うん、どれが良かったですかね、いろいろ迷いますが、ちょっとアジアンチックな感じで、まあ、今日1月なんで、はいはい、じゃあちょっとみやびで今日はじゃあご用意させていただきます、ね、はい、お願いします。はい、まあ、実際にあのうちの精油ですね、うん、これあのディフューザーとかで、うん、あの香りを楽しむっていう風に使う方が多いと思うんですけれども、あ、ね、あのマッサージオイルに希釈して、うん、でそのマッサージトリートメントとかにも使えるタイプの精油になってます、はい、じゃあ実際じゃあトリートメントにみやび使っていきますね、はい、お願いします。はい、で今日はじゃあちょっと上半身の施術させていただくんですけれども、うん、はい、お体の疲れ具合とかどうですかね。ちょっと肩こりが最近、うん、肩とか首周りが起こしてるかな、うん、って感じです。最近です、そのこりを気になる。頻繁的に、うんうん、前から結構、前から結構肩首はこりやすいっていう感じですかね、うん、はい、腰とかはそんなに気になったりとかって。腰とかはそんなに気にならない、うん、あ、腰はそんなになんですね、うん、肩こりがたまにっていう感じ、はい、こう左右差とかってあります？そのいつも右の方が気になるよとかこっち右の方が気になります。あ、そうなんですね、あの左より右っていう感じ、うん、感じもありまして、でアロマは初めてっていうことですね、はい、整体はまあ何度かっていう感じ、はい、最近いつぐらいに受けました？最近は行ってないです、うん、まあ、最近もうどのぐらい行ってないです、はい、でも半年以上行ってないです半年ぶりぐらいですかね、ほぐすの、はい、結構疲れてます。そしたらですね、ゴリゴリかもしれないです、うんうんうん、そしたら、はい、じゃあアロマ初めてなんで説明させていただきますね、はい、最初に背面からほぐしていこうと思うので、はい、お着替えなんですけれども、はい、お洋服全部脱いでいただいて、はい、で腰の方までちょっとオイルくるので、はい、こちら紙ショーツの方に着替えてください、はい、でお着替え終わりましたら、はい、と最初うつ伏せの状態になっていただくので、お顔こちらにうつ伏せの状態で、はい、でこちら毛布の中に体を入れてお休みになってお待ちください。わかりました。と大丈夫そうですかね。そうです、はい、じゃあ足拭いていきますね。
かご存知ですか？うん、いつもどれぐらいでこうマッサージ受けですかとか。普通ぐらい。特別すごい、はい、強めとか痛がりとかそういうのもないですかね。はい。ありがとうございます。みやび選んでもらったので、このみやびを、マッサージオイルですね、こちらに希釈していきます。で、マッサージにこういうアロマを使うときは、だいたいこのオイルに対して体だったら 2% までの濃度にするように調節するので、このボトルに入ってるオイルが、50ミリ入ってますね。でこの精油も一滴一滴が何ミリって決まってるんですけど、 2% にするには、50ミリに対して、20滴垂らすと 2% の音になりますね。まあ、1% だと10滴、まあ、こう垂らして、でマッサージに使用していくっていうような使い方になります。私は体に使うときは2% 濃度でやるようにしてますね。このオイルに20滴ぐらい、20滴以内っていう感じですね、垂らしていきます。今日じゃあこのみやびのオイルでアロマトリートメントしていきます。緊張しますね。ちょっとします。失礼しますね。
よさどうですか？大丈夫です。痛気持ちぐらいです。
手元失礼しますね。
見たらとして。お腹の施術撮影するのは初めてなんですけれども、アロマコースの90分とか120分の時にお時間が長いので、お客様にお聞きして入れたり入れなかったりっていう感じになりますね。施術の後半に入れていくので、結構お腹やってる時にはもう寝てしまう方とかも多いです。お腹はリラックス効果が高くて寝てしまう方多いですね。
痛みどうですか？ちょっと痛いぐらい。ちょっと痛いぐらい。でも気持ちいいです。ありがとうございます。痛気持ちいいぐらい。
か軽く拭いていきますので、胸元少し隠した状態でゆっくり浮き上がってください。この辺が一番痛かったですか？首が痛かったと植物性のオイルお肌に浸透していくの でボディクリームみたいに保湿になるので軽く拭き取る程度で大丈夫です。今日アロマ初めてっていうことでしたけど、逆にどこが一番気持ちよかったですかね。なんかお腹がすごい気持ちよかったです、うん、お腹ですか。意外と意外とお腹でした。なんかお腹を思って出てたことがないので、あ、初めてでした、うん、今日お腹が一番気持ちよかったですね。意外と腕かなと思った。でも腕とかもすごい気持ちよかったです、うん、腕も良かったです。はい、手の指とか、うんうんうん、だいたいね手好きな方多いんですよね、うんうん、お腹って言ったの意外でした。じゃあお背中軽く拭いてあるので、はい、残り気になるところこちらでお拭き取りください、はい、で気にならなければこちらから拭きのタオル当てるだけでも大丈夫です。わかりました。はい、じゃあお着替えお願いします、はい、今日じゃあ初めてアロマっていうことですけどどうでしたか？すごい気持ちよくて寝ちゃうかと思いました。でも肩がすごい明るいようになりました。あ、本当ですか？強さとかはどうでしたかね？痛気持ちぐらいで、うん、すごい良かったです。痛気持ちぐらい、はい、今日はあの初めて施術させていただいたんですけど、結構ね普通よりちょっとソフトめぐらいでやったかなっていう感じですね、うん、そうですね。なんで凝ってる方とかはもっとあの強めにもできるんで、はい、まあでも今日は普通よりソフトめぐらいで、まあ、痛気持ちいいっていうことだったんで。であのちょっと初めてだとやっぱり体がびっくりしてちょっと重だるさ、筋肉痛みたいな重だるさとか出るかもしれないんですけれども、あの体がびっくりしてるだけなのでそんなにあの気にしなくて大丈夫です。わかりました。ゆっくり過ごしてください。ありがとうございます。今日はこのお店でアロマを店頭で売ってるんですけれども、これをちょっとあのネットの方でも販売、あの買えるようにちょっと今年はしようかなと思ってサイトを作ったので、よければチェックしてみてください。ちなみに水谷さんは、はい、どれが一番好きですか？12個あるうちで。12個あるうちでですね、個人的にお気に入りは方です。8月の方。なんかねすごいこうレモンみたいなさっぱりした香りでも、なんかねレモンバームっていうあのレモンじゃないんだけどレモンっぽい香りのするハーブが入ってるっていう感じなんで、本当の柑橘系じゃなくてなんかちょっと青臭いような感じの、で爽やかな感じの香り、この方がすごい私はお気に入りです。結
構ね12種類甘めなブレンドが多いんですけど、なんか男性とかあのちょっとこう柑橘系みたいなすっきり系の香りの方がいいよっていう方だと2月の血、2月の血と5月の血で、あと6月の層で、あと8月の方、このあたりがね結構すっきり系になりますね。全部買えるんですか、ね、これ12個あの全部ネットで買えます。この12種類がこういう感じですね。あのディフューザーであの香りを焚いたりとか、今日みたいにマッサージオイルに混ぜてあの使ったりできる原液の精油ですね。これ12種類あって、あともうマッサージオイルに入ってるタイプの、 あのこのマッサージオイルタイプっていうのも、2種類あのサイトに入ってます。この精油原液とマッサージオイル、まあ、あとなんか他のやつとかもちょいちょいなんかいろいろ入ってます。まあ基本的にあの気になったらちょっとサイトで見てみてください。あのおすすめのアロマなんてあのチェックしてもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。